ロバートの秋山さんが硬くて冷たい一口アイスへの熱い思いを語りました。もうピノがまずピノが好きですからね。そうですよね。そうそう、みんな好き。一口の中で多分もう上位ですね、あのサイズの。あのサイズの、この世の食べ物もうね、1位ですね。俺もあのサイズの冷たい系の食べ物で、うん、はい、いやもうないけどね。あのサイズの冷たい系で、ピノがないけどね。チョコレートコーティング系、冷たい系、もうピノよ、それは。ピノしかない。ロバートの秋山さんがタカ&トシさんだとピノテレビの開局イベントに登場しました。ピノテレビはピノのパッケージの QR コードを読み取るとオリジナル番組が視聴できるというもの。秋山さんはその番組で一口アイスのオリジナルソングを作成したそうで、ピノテレビ、まずスタジオにちょっとこもって、結構どれぐらいかな、そうそう、やっぱり愛すべきアイスクリームの歌だから、ちょっとこう結構何日間かこもったかな。え、国内ですか？自分は国内なんですけど、はい、エンジニアちょっとあのロサンゼルスから呼んで、あ、ロサンゼルスから血が出てくるまで時間かかったし、でもこの硬いピノっていうのが好きなんで、それを歌にしたいっていうのはずっと幼い頃からあって、自分の近所の近くの商店のなんか冷凍庫の設定がえらい低くてガチガチだったんですよね。これをなんかこう聞いていただいて、この硬さもいいなと思っていただければ。